信長の野望。新生 PK。大規模合戦にて謙信公を打ち破り関東平野までの道を切り開いた我らのフェニックス。立ちはだかる者をすべて蹴散らし、織田城を奪還し織田氏春復活を宣言するぞ。推し城目前に現れた北条氏政率いる部隊は旧部隊、しかし半数はモブの国衆。武将は知名度低すぎけまないに、誰だよお前佐伯これのり。河野水軍謀反失敗の忽那という微妙武将編成、こんなもんサクッとぶっ転がせで楽勝と余裕こいてたら、十字路で強撃を食らう。おい。交代し体勢を立て直せ。若干やらかしそうになりつつもキラガキバ突撃で一撃国襲撃隊。まあ国襲程度ワンパンだぜ。勢いそのままもう一部隊も撃破。はい少年ガラ空き、キラさんそのままの木口取っちゃいなさい。楽勝モードだ。右翼を攻めてた織田さんも、兵力800しかなかったケマナイをあっさり撃破。北条氏政、戦べたにも程があるだろ。道を阻む者はうぞうむぞうの国衆のみ、このままの木口まで突き進めもうこれだけで勝てそうだ。結果何の邪魔もされずキラガの木口破壊。で相手が混乱してる間に織田さんも軒口破壊成功。北条氏政こいつほんと戦べただな。まあ部隊数多くても兵の質も量も圧倒しちゃってるし致し方なし。もうちょい見どころある戦いしてくれよ。しかし見どころない戦いでも合戦は合戦。関東平野に織田氏春復帰の威風が吹き荒れる。おお結構いったー。お城四城ゲット。これはもう今回の遠征で織田城まで行けそうだ。織田城に帰る前に北条の本拠となっている結城城を落とすぞ。本拠甲状腺狙うなら先に古賀御所を落として、結城城までの道を確保しましょ。北条本拠地に大手をかけるぜ。古賀御所防衛に数部隊北条勢が来たものの、威風中には届かなかったので普通に処理。でそのまま織田さんたち本隊が古賀御所を制圧。このまま結城城で甲状腺したいところだけど、北条側の準備期間があと43日かかる模様。周囲の城にて待機、敵甲状腺準備を待ってから進軍するぞ。甲状腺の準備待つなめく入りまーす。甲状腺可能まであと5日、全軍進め北条に引導を渡してやれ。と思ったら北条の兵が集結してしまい大規模合戦になってもうた。敵に時間やりすぎだっつーの。まあ構わん、合戦じゃあ。敵は七難八苦の鹿の人に甲の森出も、そこそこ強い北条氏輝によく見る名字の天野さん。北条氏国に杉浦玄人、すごいもみあげ島津実震災に相良春より、室町幕府重鎮細川春元に千坂景近、広中高金と謎出奔の石川一政、石川高信と水攻めで有名な黒田官兵衛、真田の信忠、そして最後は立花同説ことべっき秋津らだー。長ゼリフをつ。それでは甲状腺しようとしたら先に敵に集結されてしまい野戦になっちまったの戦い、改正園物どもかかれー。多少の猛者がいようとこちらの兵力は3倍近い、一気化成20輪だこの前と同じ大規模マップ、また中央が激戦になりそうだ。まず最初は先制攻撃で秋田の英雄安藤が鉄砲制射。そのまま突っ込み一番槍。鉄砲から槍に持ち替え突っ込めー。おっと危ない、コブ要衝とそうと進んでたら石川一政が裏に回りそうになってた。軒口取られちゃうから甘春は進路変更、迎撃せよ。部隊数こっちが2部隊少ないから気をつけろ。激戦地の中央のコブ要衝武田信虎が制圧。ここ十字路で強撃になっちまうけど、コブは取られたくないし扱いにほんと困るぜ。敵が来る前に道を封鎖だー。無理だったー。ダメじゃねえか。しゃあない今回もいい感じに交代しつつ、強撃バトルでなんとかしましょ。互いに強撃になる泥仕合。あ、左翼のコブ要衝ノップが制圧。同説がしのげれば左翼は安泰かな。右翼の方は祖豪さんと佐竹が攻めてたけど強撃されてしまい交代。そこの拠点は地味に攻めにくいぜ。あーしまった、コブ拠点に夢中になりすぎて道の封鎖一箇所漏れてたー。やべえの木口までノーガードだ。兵力少なくて下げてた沼田よ、対応よろ。この距離だと間に合うか微妙だな。強撃を避け一本道に入った祖豪さんが甲の森出雲をホバーク。続いて織田さんも真田信忠を撃破、軒口までの道が開けたぜ。時同じくして三好さんが杉浦玄人を撃破。祖豪が手こずってるから背後から拠点奪取して強撃を狙うぞで石川一馬祭の対応してた甘春も撃退に成功。中央はやっぱり激戦になってるけど、左右はだいぶ肩がついたな。おおおわし自らの木口を襲撃し、式優勢勝利に導いてくれる。いちいち炎を出すんじゃねえ、めんどくせえやつだな。じゃノップその間同説の足止めよろ。
クラスメイトに一人くらいいそうな名字の天野さん、ここにて脱落。敵部隊がだいぶ減ってきたぜ。激戦となってる中央もいい感じに敵削れてきた。お、相良春より撤退。右翼の攻めにくかった要所も剣女班が迂回して制圧成功。これで背後から粗暴と強撃が決められるぜ。剣女班、やっておしまいなさい。織田軍の猛攻にすごいもみあげ島津実心祭もついに撤退。うわなんだこれ肖像画か？もみあげ本当にこれなのかよ。あ、北条氏国も撃破。そして中央の激戦を制し、室町幕府重鎮細川晴元を撃退し式優勢勝利。ぬおー、また軒口落とす前に戦終わったー。うるせえよ、勢から引い消せ。まあ何はともあれこれにて大規模合戦、かーあったどうー。圧勝とまではいかないけど無難な勝利。前線続きだがまだまだ我らの優位は揺るがんぞ。そして関東八屋方織田氏春の復活の知らせが威風となって吹き荒れる。よっしゃー、織田城復帰じゃー。残念周囲の18城が動揺しただけでした。なんで？ああ、北条の本拠が結城城だから本拠バリアされたか。なんてこった。吉井風で結城城に集まってた敵部隊は吹き飛んだ。攻城戦で北条との最終決戦だー。兵力は我らが圧倒、一気化成に城を奪ってくれよ。威風中だしこれで織田城を奪還できるはずだ。史実では結城城攻め失敗から織田城を奪われたが、この世界では結城城攻めで織田城を奪い返すぞー。さあ最終決戦の相手は微妙な表情正木時忠にこれまた微妙な能力矢頭直江。子宮が運びきれず笹をねじ込んだ笹の才蔵こと神才蔵と岩吉方か。山岡重長にラスボス北条氏康だー。本拠だけど武将しょっぽ。施設も神代こと鉄砲蔵のみ、合ってないようなもんだ。全軍突撃それでは織田城復帰のためのラストバトル、開戦。20倍近い兵力差、負ける方が難しいくらいだ。問答無用で蹂躙だー。ヒーハー、織田の武力は世界一そりゃ最強ですとも一番槍が織田信長だもん。弱い方の織田の戦法が強い方の織田になっとる。やつはまだまだひよっこよ。どの目線で言ってんだよ。剣女班、鉄砲、放てー。ノックと10年戦い続けた鬼強坊主も我らの仲間。史実では宿敵となる佐竹も仲間、騎馬突撃。この世界では宇治春を止められる奴はいねえぜ。そっちに防衛施設はなし、城門を攻撃せよ。神代湖破壊。よしこのまま城門突破だ、各自迂回して攻撃せよ。まさきかに宇治康が固まって守ってるが相手にならんぜ、踏みつぶしちまえ。これなら南門は攻めなくていけるかな？金属事項。ああ、朝比奈さんの猛攻で山岡重長討ち死に。このおっさん初期面なのに律儀に最終決戦にも参加しててくさ。そして城門前の北条の司会宇治康が最後の抵抗。このランダム配置のカオスの世界でも、関東の制覇を成し遂げた相模の獅子が方向を上げた。けどすぐ爆散した。まあ兵力数百しかなかったしそうなるよ。で宇治康の後を追うように正木も解明へ。金速金速。城門破壊完了、本丸に乗り込めー、ランドリだー。止まらぬ織田家の勢いに笹の才蔵もついに爆散。これで西門もノーガードだぜ。で、瞳孔開きまくりの佐竹が城門破壊。ヒーハー、本丸を破壊しろ、奪い尽くせー。そして盲道にもなんねえよって表情で岩吉方かが解明。あとちょっと頑張り、本丸を占拠じゃー。金属事項。最後は朝比奈さんが本丸の制圧。さあこれで織田城を取り戻せるはず、北条も弱体化したし織田家の天下だー。皆の者、旗へたかったかつかかげよ、織田城に帰還するぞー。石山御坊一城から長い道のりだったな。胸を張って凱旋だ故郷へ錦を飾るぜ。こうして高く掲げられた黄金のシリカ門により織田氏春完全復活が威風となって伝播した。やったぞ、我が故郷を取り戻したぞ。織田城奪還、悲願達成だぜ。今夜は織田城で宴会だ。都の朝廷より統計五直使が使わされたとのよし。何直使？はて一体何事であろうか。織田公ご機嫌麗しゅう、統一の覇領を打。これはありがたき幸せ。貴殿を関白征夷大将軍太政大臣のいずれかに任ずるぞ。なんとおいずれも天下人にふさわしき朝廷の要職、好きなものを選ぶがよい。わしは織田城が取り戻せただけで満足じゃ。それなら太政大臣が無難かな。名ばかり役職ってことにして隠居しちまえ。ならばそうさせてもらおう。それじゃ私たちは別の世界に行くから、あとは自分で何とかしてね。宇治春、達者でな。消えた？あやつらもののけの類であったか。
将軍様ご足労させてすまんな。わし織田城に帰るから二条御所をお返ししますぞ。太政大臣となった織田氏春は、存命だった室町幕府の第13代征夷大将軍足利義輝を復職させ、幕僚を返還し、ふるさとでの隠居生活を始めた。朝比奈の奴が話があるらしいが、一体どこにいるのやら。あ、こんなところにおったのか。金足。いや、すべてをお話ししましょう。お前、本当は話せたのか。実は未来人の子孫と名乗る者が、我が主義元公が桶狭間で討ち死にすると予言し、私はそれを阻止するために禁忌を犯したのです。はぁ？私は物の家たちの力を借り、大名たちの入れ替えをし、阻止するため義元公を討つ織田家に仕えようとしました。わしが石山ごぼうに飛ばされたのはお前のせいだったのか。織田家と織田家を間違え仕えてしまいましたが、結果、織田様が天下を統一してくださったおかげで義元公は戦国の世を生き延びることができました。私は義元公の元へ帰りたく、お暇をいただきたい。少々下世ぬが23年の長きにわたりわしに力を貸してくれたのじゃ。お前の故郷が今川氏というのなら、帰還を許そう。織田様、ありがとうございます。こうして史実では最後まで今川家に仕えた忠臣、朝比奈康友は、この世界でも今川家に仕えたのであった。わっはっは、今日はレンガ会じゃ。愛病を称える歌を作ろう。愛病の、禁足事項、尻をかぐ。殿、その歌の続きを歌えとはなんという無茶ぶり、悪ふざけが過ぎますぞ。貴様も貴様で電柱で刀を抜くな、目も雁木まりで怖い、悪ふざけが過ぎるぞ。これはしたり。まあ一緒にニャンコを撫でて楽しもうではないか。にゃーん。史実では宿敵となるはずだった佐竹とも猫友達となり、その絆は周囲の愛病家たちとも繋がれ、諸侯とは固い結束が結ばれるのであった。こうして一人の故郷を愛する男の奮闘により、突如大名が入れ替わった混乱した世界に平和が訪れた。遠く離れた地から帰り咲いたその姿を皆、フェニックスと呼んだ。彼の帰還を喜ぶ民の歓声はとどまることなく、その栄光の奇跡は永遠に語り継がれるだろう。ではこれにてフェニックス織田編はおしまい。史実では新年のレンガ会の日に攻められてお城を奪われたり、しれっと肖像画に猫も入れてるどことなく憎めない織田さん、いかがだったでしょうか？面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。当チャンネルでは他のゲームもいっぱい遊んでるから、よかったら見てくれよな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。